せっかくの天気なので、これから郡山の整備に行ってきたいと思います。はい、八本杉に着きました。それでは行ってみますか。ああ、また時計忘れたな。何時頃だ、携帯8時頃か、8時頃だべな。お宮さん鍵がかかってるんか、あれどうやんだ、閉めてるんか、かかってるんか。よいしょ、ほら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 、登山届が出てるかな。この間の天気に釣った台か上がったか。あ、残念、何も入ってねえな。まあしょうがねえな。よし、それでは例のごとく行ってみますか。今ここ、2合目から急の勾配になるんですが、ここを枝直して、一番綺麗なブナ林になっております。それでですね、一般の方はここに来ると、ここが1号5尺という標識を後でつけようと思いますが、ここで、一服するのがちょうどいいと思います。汗がね、ここまで何分ぐらい ?30 分ぐらい ?40 分から ?30、40分。汗がやっぱ出てきますね。ダクダクと汗が出て、ここで休んで、それから、まあいいとこ10分か、ぐらい休んだら、3合目に向かうという、そういった塩梅が、よろしゅうございます。ここに上がり、ここに、ここに、これがね、すぐじゃない、こっち側向いてね、ダメなんだよ。タムシバ、タムシバという種類、花が咲くんだけども、ダメならこっち向かれないやがって、またみんなつき直さなくちゃならないけど、これが、わからねえんだって、葉っぱが、これなんとかって、専門用語あるんだ、これ、葉がだんだん一つのとこから何せやんだ、3ついてるのか、4ついてるの、4枚、1、2、3、4枚、1箇所から出てるんだよな。これかタムシバ、まだこの幼いタムシバはまだ花が咲いたことがないみたいだな。いつしても花は咲かねえ。うわ、汗入れよ。ここから境界線がよくわからないんで、ここから間のちょっと人の杉林ってのは通ろうかな。このこれなんだ、チリチリの杭が打ってあるんだけども、これがあるってことは、ここがやっぱさ境界になってるんじゃないかな。あらら、花火だ。今日はあれか、あっこか、船山神殿祭りだな。じゃあ今晩はなんか花火水田に上がらんかな。おい、動かなきゃ分かんねえから、ほら、おい、な、足長くも。おっ、これ今いっぱいいるな、この足の長くんは。肉眼でも分かれてるよ。はい、3合目ですけども、ここの、ここには、前々から地主がいるんですが、この地主がちょくちょく穴を開けた、これが昔の
出入りした穴だと思われるんですが、どっか狭くなったんだか、この下にもいくつもこう穴が開いてて、まあ今見たんですけども、出てくんな。まあ穴熊の巣だと思うんだ。ここも一つの出入り口です。なんか何匹家族がいらんかな。ここでこんもりと掘り出して大したもんだってこれ。おい、深えぞ。この量。たまげた書だな。きっと俺がこの上を歩くと響くんだが、中へ入って静かにしてらんだと思うよ、もう。これの何年前からだ。相当早だよ。十何年前からだっけ、何台も引き継いでらんか、ここは。これ一帯が、この一帯が、穴熊の、あれだな、家族の巣になって、これ、いずれずれになって、あれのこれ、歯型がついてるべ。これ、いやー、気に入られてて、これ、噛んでやったらお父さんだって。本当に、まあ、お邪魔してるのは、人間なんだが、優しく見守ってやってくだされ。隠れてろ。言っとけ。帰りにまた、帰りはこっち来ないね、今日は。今日はずーっと重装してみる、なんが。いや、いい子してろ。ああ。はい。階段を作って、ここね、急な、ここ本当は一番急のここかな。5合目のとこですが、階段をちょっと手直しして、向かっていきます。ちょっと寝ますか、たまには。紐落ちたんだ、今日は。常念の鐘、願い事が叶うかもしれません。これ6分ちょっと置いておくか。まだいいか。こうてかやな、飛び降りない降りてきゃ NSK。 これはこれでいいか。おい、今度ばっかさ、これよ、この花、名前つけようって、なんて言うんだろう、きっと有名だがな。絶対に、つけよう。8合目過ぎて、まだ耳、セミが鳴いてるって。おい、頑張ってますね。必死だな。おい、相手がいらんかっけ、泣いたって。いや、諦めろ、いねえぞ。この9合目行く、ここもまで気持ちがいい場所なんだよな。しつこいようだけども、ここも、片栗街道ですが、よいしょ、気持ちがいい場所です。さっきトッピ竹があったっけな。トッピ竹あれギシギシしてうまくもなんともないんだけども、舞茸の仲間か、あれは。これだけ山がきついて、お前。舞茸一回見たことねえな。この辺ねえか、おい。ねえんだってな。あるとこにはバカ歩けんこと言うでも、舞茸なんて見たことねえ。いや。よし。今年は本当に、だって、どんぐりコロコロがどんぐりがけん折ってて、ありがてよ。これはこの間だな。
どんぐりがいっぺ掘ってりゃ熊も下へ降りてこないですわ。はい、9号目まで、今11号ろ9号目まで、来ました。いろいろ、いや9号目はいいんだけども、いや、やるくわい、ざっぱりと切るってことだって。これ、やばいやばい。ズボンだけで済んだ。ズボンだけで済んだで、おい。すげえもんだって、おい。これは、これまた、縫って食べか。おっかさん、またこれ縫って俺に履かせる気かな。稼ぎが悪いとこの方だ。よし、着いたぞ。これ油断大敵ではまだダメだわ。アーブがそーっとして止まってたで。やめ、いいていて、いつになったらこのアーブいなくなるんだべな。やったんだわ。はて、今年はまだ俺はここにして止まってねえかな。冬止まっただけか。そろっと枝だな。止まりくるか。そうだ、この間な、今日はだな、こっちから行ってみるか。この間、この危険場所コイコイ坂を直した、どこ金賞してくる金賞。頂上はこんなに、涼しくて、ここは本当にいいとこだな。釣った、今度はね、釣ったな。だってこの何合目って言っていいやんだろうな。左の杉林の鬼なんだ。でもこの教会のスリスリまで向かせる人はみんなあれなんかな、杉を浮いたってことなんかな。この杉も持ってねえやな。釣って出すったって大変だすけ。昔にさ、春の、俺も中学の時バイトしたことあるんだけど、春の雪のいっぱいある時に、あれんだよ、ソリで下ろしたんだよ。あのソリの後ろに捕まって、俺らも、おっかねえやな、あれ。今、ああいう光景はなくなったでも、その代わりだな、林道みたいな作業道を作ったけど、何、杉の単価がなくなった？これだってわかんねえか。この木だってでっけえんだ、この木が。なんて木なんでら、葉っぱが小さくて、これ見る人が見るさあ、これはこれだ、これなんてんだって。いやんだよ、バレバカだってな、俺な。黒たっぴょうまだ、調べてくればいいんだ。でもでっけえんだ、今日ばっかり調べようか。これがこういう肌で、葉っぱが細けえんだな。いいよ、ね、おっとっとっと、おいおい、ちょっと待ってよ。よしよし、シャドウ入れたぞ。これは砂糖の上だ。10分か10分かってなもんだろ。山行って、この砂糖歩かんってあんまりごつはねえんだってな。どこ行ってもそうだよ。普段仕方ねえぞ。そこ
ゴールデン里原かどこですか、ここは。ヤリーグ時もあれか。新穂高。ん奥行く時だ。あっか、里原かんだか。